はい、どうも佐久間優吾でございます。今日も人生に役立つ情報を配信していきますので、共に学んでいきましょう。早速本日のお題を一発読み一発撮りで配信していきます。同じレストランでも時間帯が変われば雰囲気も変わる。こちらを今から読んでいきます。私たちは行ったことがあるレストランについてある誤解を抱く傾向があります。行ったことのあるレストランはすでに知っているという誤解です。確かに一度行ったことがあるレストランなら食事や雰囲気など想像しやすいでしょう。すでに店内や食事をしているので人にも説明しやすいはずです。しかし一度行っただけでそのレストランをすべて飛躍したと考えるのは少し早すぎるのではないでしょうか。同じレストランだから雰囲気も同じという先入観を捨ててください。レストランによっては時間帯によって様変わりすることが少なくありません。例えばランチやディナーです。ランチとディナーではメニューも価格帯も随分変わるでしょう。昼と夜では店内の雰囲気が随分変わるはずです。昼間はカジュアルな雰囲気でも夜はフォーマルな雰囲気になることもあるでしょう。同じレストランでも時間帯を変えると違った楽しみ方ができるようになります。時間帯を変えると違った雰囲気を楽しめるかもしれないと考えるとお店の潜在的な魅力に気づけます。ランチで利用したレストランなら次はディナーで行ってみませんか。ディナーで利用したレストランなら次はランチで行ってみるのも面白いでしょう。レストランによってはモーニング、ランチ、ディナーの3種類が存在する場合もあります。たまには贅沢にレストランで朝食を楽しむのもよし。時間帯を変えるときっと新しい出会いや刺激があるでしょう。今日の格言、同じレストランでも固定概念を持たず時間帯が変えて行ってみる。なるほどね。そんなシャレオツなレストランなんか行ったことないですね。朝でレストランで食事、まずレストランがない。ココスとかガストとかファミレスの朝食ならあるけど、それじゃちょっと雰囲気出ないですね。朝行っても夜行っても大して変わんないでしょう。素敵な女性を、ちょっといい高層ビルの上の方の夜景が綺麗なレストランとか行ってみたいものですね。今年の冬頑張ろう、クリスマス。はい、ということで本日はこの辺でおしまい。今日もご覧いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録といろいろ Facebook、Twitter、アメブロいろいろやってますので、そちらのフォローもお願いします。それでは今日はこの辺でドロン。